写真拡大。レオの熱男こと西武山田遥か楓遥かな野手23が4年の交際を実らせ、一般女性29と結婚していたことが25日分かった。紹介で出会い、昨年のクリスマスにディズニーランドでずっと一緒にいたいから結婚してくださいとプロポーズ。お読みの上で最上の吉日だった9月8日、自らの背番号でもあり、2人の年齢を足した52本のバラを手渡し、埼玉所沢市役所に婚姻届を提出。同市内で新婚生活をスタートさせている。6歳上の姉さん女房はキャスター海道愛子、35に似たキュートな女性。アスリートフードマイスターとフードアナリストの資格を持ち、手料理も絶品。特にオムライスが好きと山田の胃袋を支えている。佐賀高校から2015年にドラフト5位で入団。5年目の今季は4試合の出場に終わった。熱男のニックネームを持つソフトバンク松田選のような元気印は、守るべきものが増えたので、野球も私生活もこれまで以上に頑張っていきたい。人生の伴侶を得て飛躍を遂げる山田遥か楓、山田遥か。1996、平成8年9月30日生まれ、23歳。佐賀県出身。佐賀高校から2015年ドラフト5位で西武入団。18年9月19日の日本ハム戦で放ったツーランがプロ初安打となった。先天性難聴のため右耳が聞こえないが、そのハンディを感じさせない明るさが魅力。今季成績は4試合で打率167、0本塁打、0打点。通算成績は18試合で打率103、1本塁打、2打点。179センチ、84キロ。右投げ右打ち。来季年俸620万円。背番号50。